スマホを立てて動画を見ようとしていて倒れて困るときはサングラスを使ってみてください。逆さまに置いて耳にかける部分でスマホを立てるんです。古新聞をゴミ袋の底に入れれば食べ物の水分を吸収してくれます。こうしておけばゴミ出しをするとき床に汚い水が垂れることがありません。花がしおれてきたら銅の効果を花瓶に入れましょう。銅には自然の殺菌作用がありますので10円硬貨を花瓶に入れると花をばい菌から守ってくれるんです。花が長持ちしますよ。使い終わったペンに入っているバネを利用して充電器のコードが曲がってボロボロになるのを防ぐことができます。バネを取り出してコードの端のコネクターの近くの部分に巻きましょう。物を運ぼうとしている時にドアがいちいち閉まってしまうのってイライラしますね。そんな時は輪ゴムをドアの両側の取っ手にクロスするように掛け金の部分につけましょう。こうすれば掛け金が出ずドアが閉まらなくなります。クリップを使えばテープの端がわからなくなることがなくなりますよ。テープの端にクリップをつければいいだけです。シーツがしっかり乾いたかチェックするには鏡を下に置いてみてください。5分ぐらいして鏡が曇ったらシーツがまだ湿っているということです。ベッドが湿っているとカビやその他の嫌な菌が繁殖しやすくなりますから気をつけましょう。ノートパソコンのキーボードに付箋を貼ればゴミや食べ物のカスが取れます。あ、そもそもパソコンの前で物を食べるのをやめるべき？ポイントカードは財布に入れる代わりに写真を撮っておきましょう。バーコードとカードの表側を撮っておけば何のカードかわかります。お店に行った時はスマホに収められたバーコードをスキャンすればポイントを貯められます。飲み物を冷蔵庫に入れるのを忘れてしまった時は濡らしたキッチンペーパーを巻いて冷凍庫に入れましょう。15分すればキンキンに冷えますよ。鍵の上の部分に色の違うマニキュアを塗っておけばどれがどこの鍵なのかすぐにわかりますよ。巻いたラッピングペーパーが広がってしまうのを防ぐには不要なトイレットペーパーの芯で挟んで留めましょう。サラダにちょうどいい量のオイルやドレッシングをかけるには完全に開けてしまうのではなくフォイルの部分に穴を開けるようにしましょう。こうすれば出すぎるのを防げます。バンドエイドが指から剥がれてしまうのを防ぐには両端に切れ込みを入れましょう。あ、切るのは指じゃないですよ。こうすれば貼る部分が1本から小さな4本になり剥がれにくくなるのです。キャンドルの残りが少なくなりライターで芯に火をつけにくくなったらスパゲッティを使いましょう。スパゲッティの端に火をつけたら燃える長い棒になりますので届きにくいところにも届きますよ。ペンキの缶にテープを貼れば余分なペンキを落とすことができます。これでペンキが缶の外側に垂れることなくきれいに保てますよ。タコスのシェルが安定しなくて困ったらマフィントレーを使いましょう。トレーを逆さまにしてオイルをスプレーし隙間にトルティーヤを挟みます。そして375度で10分焼けば美味しいカリカリのシェルになります。卵の黄身を白身から分けるにはペットボトルが役立ちます。ボトルを黄身の上に持ってきてボールをギュッと押して吸い上げます。そのまま他のボールに移しましょう。ピアスやピンをなくしてしまって床の上を探すときはストッキングを掃除機のノズルにかぶせて吸い取りましょう。こうすれば掃除機の中に吸い込まれずに見つけることができますよ。シーリングファンの掃除がしにくくて困ったら枕カバーを使いましょう。枕カバーを羽一枚一枚にかぶせてホコリを拭き取るんです。こうすればホコリは枕カバーに入りあなたに降ってくることがなくなります。チェリーにはストローを刺して茎を取りましょう。こうすればスピーディーですし無駄も減らせます。ブレスレットを自分でつけにくいときはクリップを使いましょう。クリップを開いてブレスレットの両端の輪に通します。そしてクリップを指で持ってブレスレットを手首でひっくり返します。そうすれば留め金を留めやすくなります。ミキサーをきれいに洗うには洗剤を溶かしたお湯を入れて10秒ほどオンにしましょう。あとは水で流せば完了です。漆喰の壁に釘を打つときはまずマスキングテープを1枚貼っておきましょう。そうすれば漆喰の粉が床に散らばらなくなります。残り物を温め直すときはスプーンで真ん中にスペースを作りましょう。
こうすれば均等に温まります。オレンジの皮を剥くのってなかなか厄介ですよね。でも片方の端を切り落とせば大丈夫。そして4から6切れにスライスすると皮がずっと剥きやすくなります。バターが硬すぎて塗りにくいときはチーズおろし器を使いましょう。これでバターをおろせば塗りやすくなります。飲み終わったペットボトルでお庭のスプリンクラーが DIY できます。全体に穴を開けたらテープでホースに取り付けるんです。靴が匂うときは乾いたティーバッグをいくつか靴の中に入れておきましょう。ティーバッグが匂いを吸い取ってくれます。ポテトチップスって火を起こすのに最適なんです。脂肪分や化学物質はとても燃えやすいからです。それなのに食べてしまうんですよね。皮肉ですが、家具の細かい傷は歯磨き粉を使って取ることができます。豆一粒くらいの量を傷の部分につけて傷が消えるまで円を描くように磨きます。その後湿らせた布で拭き取れば完了です。キャンドルのろうが家具にこぼれてしまったら氷を使って取り除くことができます。こすり落とそうとすると家具の表面を台無しにしてしまうことがあるので、ビニール袋に氷を入れたものをろうがこぼれた部分に数分置きましょう。するとろうが冷えて固まり取りやすくなりますよ。ゴミ箱の底にドリルでいくつか小さな穴を開けておけば、ゴミ袋を出そうとするときゴミ箱の底にくっついてしまうことがなくなります。穴のおかげでゴミ袋が密閉状態になって下に引っ張られるのを防げるんです。子供が壁に描いたクレヨンの落書きは子育て中の親御さんにとって悪夢ですよね。でもご安心を、ヘアドライヤーで落とせるんですよ。落書きを何秒か温めるとろうが柔らかくなり拭いて落とすことができます。海外の場合ですが、コインロック式のショッピングカートに入れる小銭がないときは鍵が使えますよ。上の部分が丸い鍵をコインを入れる部分に入れればロックが解除されます。瓶にシールが残って取れないときは食用油で落とせます。コットンに油をつけてベタベタの部分をこすりましょう。そのまま数分置いておけばきれいに拭き取れるようになります。洗濯バサミで歯ブラシの首の部分を挟むと汚い洗面台に触れなくなります。でも時々は洗面台を掃除した方がいいでしょうね。重い植木鉢で床に傷がつかないようにするには家具用の車輪をそこにつけておきましょう。ヘアコンディショナーでウールのセーターがチクチクするのを防ぐことができます。ぬるま湯に大さじ何杯かのコンディショナーを入れセーターを15分つけます。その後乾かせばセーターが柔らかくなりますよ。洗面台を掃除するときにも着られます。